언제나 함께 있었음해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreamin' 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부 그 chemistry 이상 너와 the two 힘들었을 때마다 늘 함께했던 너 눈이 마주쳤던 그 순간 생각을 공유해 우리 둘 사이의 텔레파시 바라보고 있는 날과 nowhere can I find someone like you 한눈에 알아본 넌 날 replica we don't need to see each other to know that we're on the same wavelength oh yeah why can't we just meet tomorrow 아직도 난 아직도 날 찾고 있어 매일이 매일이 난 네 생각하다 잠들어 차라라뚜뚜뚜뚜뚜 のあったかそうにしてて、昼はなんか寒いみたいで、のベスト着てます。着てる、かぶせてる。かぶせてます。これすごい便利なのお店。何それ？カレーシチュー用？うん、ああそういうこと、うん？全部入ってんだ。そう。めっちゃいいじゃん。いいでしょ。あ知ってると思ってるねみんな。あもうご存知、うん、存じ上げてますよ。大変です。回り続けますこの。あ、鍋ごと。うん。いや、そりゃそうだよね。めっちゃ暑いですよ。グローブですね。え？もうちょっと油を入れましょう。近かった、びっくりしちゃったよ。あ、もう食べていいの？うん、食べていい。いただきます。いや、忘れてた。こっち焦げてるよ。あいただきます。はい、アスパラも食べていいよ。もう火止まってんの？どれ？それ止まってない。止まってない。弱い、めっちゃ。うん、アスパラ美味しい。アスパラ美味しいよね、うん、アスパラ好きじゃない。うん、ちょっと混ぜようね。だってほら、出てきちゃう。うん。でも混ざったと思う。トレジサラダ。うん。意外に焼くのが難しいね。うん。あ、塩出たの？うん、うん、いただきます。
でもダメだよ。このウインナーもうまそうだよね。うん。エール、あれだよ。食いしん坊エール。ねえ、すごい見つめてくる。いただきます。いただきます。あ、俺も食べてた。うん、あ、すごくクリーミーだ。うん、今日牛乳多くした。ああ、珍しくめっちゃ派手。なんかエルが変だな。うん、珍しく何めっちゃハゼるよね。うん、うん、そろそろゴールデンウィークのね。うん、今日はその前の投稿になるかな。そっか、なるか。なるなる、なるよね。ゴールデンウィークもね、ちょっとうち遠出するんだよね。これ止めてないか。今日は言っていいの。いいよ、全然。場所はね、ゴールデンウィークうち四国行くんだよね。うん、で四国に行って、まあ、キャンプして、まあ、その前にホテル泊まったりね、うん、一泊するんだけど、遠出だから、うん、ちょっと途中でね、まあ、途中といっても神戸だけど、神戸行って、うん、ホテル泊して次の日からキャンプ行って、4泊5日かな、キャンプは。うん、そうそうそう、ね、でそれは香川に行くんだよね。香川のキャンプ場、うん、徳島かな、どっちになるんだろう、あれ。香川じゃなかった、香川県だったよね。で帰りに京都行って、妻人にね、妻人さんのところに、うん、妻人さんのところに行こうと思ってね。でちょっと取材依頼をねお願いしたから、ね、取材はちょっとなんか、あ、そうだね、撮影依頼をねお願いしたから。そうそう、楽しみだよね。うん、これね、岐阜に寄って、うん、またホテル泊まって、うん、で帰ってくるって感じなんだよね。だほぼほぼ1週間ゴールデンウィークは丸々家にいないね。家にいる日は1日だけ、2日最初の人、最後。それでは、はい、ごちそうさまでした。いや、腹苦しいし、鼻も苦しい。死にそうだね。うん、薬飲みな。うん、薬飲も。ご飯の準備をしましょうか。OK。ザ・カントリーサンセットさんで購入したこのレジンの鼻声鼻声がすごいね。レジンのこの IGT 規格のやつ、これやっぱりめっちゃ夜になるとおしゃれで、そこにゴールゼロ刺してるんですけど、こんな感じでグラデーションで光ります。はい、オールドマウンテンのノラズフレーム、これともめっちゃ合うと思うんで、ぜひ買ってみてください。はい、特にキクちゃんにおすすめです。長し特にキクちゃんには4枚ぐらい買っていただいた方が。でも H、 これ近くのテーブル持ってないんじゃない？だからテーブルも一緒に買ってもらった方が、うん、テーブルがないんだらね。ないならテーブルさえも買えと。そうそうそう。いやでもめっちゃおしゃれだよこれ夜になると、うん。ライトがいいよね。いいね。
でこっち側に1個で端っこに1個だったらさ、ね、そっち側にライト当てると明るいんじゃない？うん、でほらあれ A A G コンロ置けばいいんじゃない？あースノーピークの、うん、うんうんうん、フラットバーナーのことみたいな。あ、それそれそうだね、そしたらかなりいいね。うん、そしたら明るくな。うん、明るい。はい、こんな感じです。やっぱ焚き火あるといいね。この時期ちょうどいいね。はい、ということでテントに入ってきました。今時間は9時。じゃあそろそろ寝ようと思います。はい、寝ようと思います。まあお風呂、お風呂でシャワー、うん、まあ、入るか入らないかは。私は入る。あ、入る、うん、俺は明日入ろうかな、うん、朝、うん、一応ここ撤収2時なんでまた明日撮ります。はい、じゃあおやすみなさい。あ、おやすみする？おやすみしてください。おやすみなさい、ね、おやすみ。また明日ねって、寝るからねってちょっとどう？おやすみして。おやすみって。おやすみ。なんだ、おやすみ。全然出にくいこれ。いっぱいつけなくていい。また燃えるよ。あ、そう。あ、切る。断面見せる方が逆だな。私。こうか。すごい。チーズがすごいね。うん、この食べれるのこれ。え？食べれるの？ね、お皿必要？いや、大丈夫かな。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ノアです。どうもハムもらったからね。はい、だいぶ片付けをしまして、ただいまくつろいでおります。ケンジは今、廃業室に行きました。この後、お昼を食べて帰りたいと思います。そしてノアトイルは暑いのでテーブルの下に身を引き染めています。かわいいね、エル。暑いの、暑いよって。じゃあということで昼飯をね、うん、食べて帰りましょう。昼飯はね、簡単にカップ麺とカレー飯、うん、そして私はそういうものね。今日はね、だって珍しく飲むよね。喉乾いちゃった。あー、そっか、花粉症の薬。うん、そうだね。何も飲むもんがないな。めっちゃ喉乾くね。薬飲むとね。うん、ドッグランできてよかったよね。ね、よかった。
ウッドチップだからさ。でも痛そうだけど、うん、これ食べてめっちゃ痛そうだよね。多分ささくれがあるタイプのウッドチップだからね。みんななんか楽しそうじゃないねとか言って痛いんだよ。チク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 するんだよあれ。面取りしてないから。面取りしたらあれやつ高いじゃん。なんかああいう感じなんだろうね。ちょこちょこ歩くよ。うん。あんま走り回んないもんね。うん。それだったらまた芝生の上でよかったね。うん。今日も富士山見えるからすごいね、うん、2日間とめっちゃ天気良かった、うん、タープが必要だったね。いや風があると怖いから。まあね、でもうちぐらいでタープしてない。これ今日来てるからね。え？今日来てるか分かるし。ああ、昨日もあんまりいなかった。暑い暑いね。でもよかったね、久しぶりに晴れてね。うん、そして久々にゆっくりじゃなくて、うん、みんな楽しそうだねみんな楽しそうだね。でも昨日楽しかったでしょ、キャンプして。楽しかった。昨日はなった。うん、でももうちょっと待つ、それと一緒で食べる。本当？うん、緩い方がいい。ああ、伸びて量が増えてるぐらいがちょうどいいちょうどいい、満腹が得られる。うん。危なくない、これ。危ない。あ、そっか、ガス管だ。いや、今日も綺麗だな、富士山。うん、冷やしながら混ぜないとまずいね。でね、暑いから。これ、うん。あ、フプーンをね。あ、そう。いただきます。うん。余裕を持ってさ、うん、こういうことしてるとさ、うん、多分帰りギリだぜ。そうだね。だって1時10分。うん、そうだよ。うまい。うん、夏のさ、 海とかでさ、うん、こういうのカップラーメンとか食べなかった。そうだね、なんか異常にうまく感じる。感じる。でもうちはさ、どっちかというと海ないところだからさ、実家がね、うん、だからプールで食べてたイメージある。うん、いいよね、海の近く住んでる人はね、夏になったら海に行けばいいんだもんね。毎日行ってたよ、海。うん、それができちゃうもんね。しかも、うん、朝から行かずに昼頃着くんだよ。うん、でもそれでも毎日焼けんじゃん。うん、真っ黒だ。だ、最高だよね。うん、汚いんだよ、海。まあね、横須賀の方行けばね、下の方行けば綺麗だよね。そこまで行くあれはないな。あ、そっか。だって江ノ島行けんだもん。うん。でも江ノ島だって遠くない？1時間ぐらい。時間ぐらいでしょ。そしたら別に三浦行ってもいいじゃん。出てや。え？出て乗り換えでしょ。乗り換え？あ、電車？うん、あ、そっか、電車か。電車めんどくさいね。小田原でよかったんじゃないの？小田原は海の家とかがない。あ、ないのか。海水浴って感じじゃないもんね。うん、うん、カレー飯美味しいよね。うん、辛口とか中辛とかのね。あんの？うん、書いてある。本当？本当だ。あ、やばい。うん。
ケンジはようやく食べ出して私食べ終わったよ。本当？早いね。ハピ食うのが早食いだよね。うん。なんか昔働いてた時にさ、うん、休憩なくして働いてたからさ、うん、とりあえずお腹に何か突っ込まなきゃっていうので、うん、食べて、早いけど早いほど仕事に戻れんじゃん。うん。その癖が抜けないのがすごいね。うん。だからその次の仕事の時にはさ、うん、1時間休憩何していいか分からない。それではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今回2日間はとっても暑いです。2日間でしたが久々の晴天で楽しかったです。うん。そして3週間キャンプがないということで、ギリギリまでいつものように楽しんで帰ろうと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでこの動画少しでもいいんだと思っていただけましたら、チャンネル登録とあ、コメントだ。いつもさ、評価って言わないのに、だって評価って言われたので、そうだね。じゃあ、うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。それでは、ゲームコツでした。さよなら。さよならしなくていい。もういい。いるわ。はい。いるじゃんね。日陰で涼んで。はい。さよなら。ちょっと待って。え？え？撮れてんの？そわびとなのよ。うん。よかった。危なかったね。